ほいみさん、どうも、MT です。どうも、どうも、誕生日、みていさん、おめでとうございます。ありがとうございます。11月23日、勤労感謝の日が僕の誕生日でございます。どうも、お祝いしてくださってありがとうございます。ぜひともですね、あの、支援していただける方は概要欄の方からいろいろありますけれども、まあ、そんな話は良いとしてですね、えー、本当にあの、ありがとうございます。18歳になりました。ありがとうございます。毎年18歳ですね。で、誕生日がまあ、嬉しいのかどうかっていう話なんですけど、これ先日もちょっとお話しましたが、あの、まあ、個人的な話で恐縮ですけど、 あの、誕生日そのものは、まあ、そんなに嬉しくはないというか、記憶がないからしょうがないですよね。生まれた時にその、記憶がないもんですから、プラズマ的にこう、萌えがかかってますからね、物心つくまでというのは。なので、まあ、宇宙っちゃ宇宙なんですけど、それがまあ、なんかあ、嬉しいのかいって言われた時に、まあ、嬉しくはないけど、まあ、 うん、ある意味ちょっとまあ例えば楽しいけど嬉しくはないかなっていうような感じかなっていうところなわけですよね。えじゃあなんでこういつも嬉しあの楽しそうでみんなこう祝うのかしらというようなことをよく聞かれたりするわけですけどまあ今個人的にね昔はそれこそ全然誕生日なんて365モードで考えたものに過ぎないとか思っていたわけですけどウルートし入れたら366ですね。だけどまあ最近はですね思うところもありましてそれは僕自身はそんなにあのその時生まれたこととか覚えてないので嬉し,た嬉しいかといえば楽しくもないんです。 けどでもですね一つ嬉しいことはまあ確かにあるわけです。まあ、カレーを 伴ううととというのはちょっと嫌なことなこわけですけどでもですね、あの何より親にとって恐らく嬉しくて、例えば僕が生まれた時のことを,なとかをねあの思い出してくれるいい機会にはなったりするわけですし、その毎年毎年ね、そうすると、あの時はこんな感じだったなと、その当時、親にしてみればまあ非常に嬉しかった時というものを思い出す機会になるというのであれば、まあ、それは非常に嬉しいわけですよね。そして、同時にあの僕とかまあ皆さんそうですけど、決して一人ではあの育ってきたわけではなくて、その瞬間瞬間助けてもらいながら喜んで 飛び合いなながら、えー、なんか生きてきてたわけですからすごいいい話し,しそうな雰囲気ですけど早口のせいでこれが全く台無しですね、まあ、そんなわけでですね、あのー、そういう感謝の気持ちを忘れないようにそして、えー、そういう祝ってくれるような人がいるということに感謝して嬉しい気持ちになるというような感じなんですかねわかりませんけれどもあの、まあ、何よりあの嬉しいことは嬉しいそういう意味では、まあ、祝ってくれてありがとうという。 喜び方でですすよよねねそうういい感じありがたいことですというわけで、えー、今日はですね、ちょっと2分ぐらい話してしまいましたけど、要するに僕の誕生日にまつわる話として、えー、数学や、まあ、えー、将棋の世界とか囲碁の世界でもそうですけど、年齢というものはどれぐらい数学に対して重要なのかという話をしていきたいと思うわけですね。あのー、有名な数学者というのは、早熟が多いのかというようなことなわけです。多分、サムネイルの方にこの辺にね、ガロアとかなんちゃら出てると思うんですけど、わかりませんけど。で 昔の人、あんまり古代だとちょっとよくわかりません。いわゆるプラトンとか、プラトン数学者というかわかりませんけど、ピタゴラスとか、まあ、ディオファントスとかだと、ちょっと文献が残らないんでわからないんですけど、こう近世以降だと結構わかることが多いです。まあ、ざっとあのそういう年齢の話とかを交えながら、ちょっと面白おかしく喋っていきたいなと思っているわけですけれどもね。例えばまあ近代でいうところとでいうと、まあ、ルネッサンス期以降の話ですよね。あ,のあまりその時代ってプロがございませんまで、有、ま、名、あ、どころだけ挙げていきたいと思うわけなんですけど、そんな超マイナーなこと言って しょうがないのでねあのビエターとか、まあ、急に来ましたね。超マイナーところ。えー、フェルマーさんとか、あとデカルト、パスカル、まあ、その辺は言いますよね。えー、ウォリス、ウォリス席で有名なウォリスさん。あとグレゴリー、もう超マイナーですね。皆さんにしてみれば。まあ、グレゴリーって結構イケメンで結あのハンサムなので、ぜひ調べてみてください。であと、まあ、華麗なる一族ですからねああ。こういうお話をしていきますよ。ぜひね、終盤ガロウとか出てくるんであの、ぜひ最後まで聞いてください。あのニュートンもいらっしゃいますよ。これ結構遅咲きだったりするんですね。であのまあ一つ 一つまあ見ていくのもあれですけれど年齢も一緒に考えていきましょうか。まず、ウ、えー、ビエーターとかフェルマーとかは結構遅咲きです。当時はプロはいませんからね、30前手前ぐらい20、25、まあ、とかね遅咲き、遅咲き中の、フェルマーなんか非常に有名で、あの遅咲き中の遅咲き、アマチュアですしね。で、デカルトは結構早熟だったんです。とはいえ、当時のまあ上流階級の出みたいなもので、えーまあ、高校中学、高校のときから結構、 お金をもらって学校に行ってたぐらい結構優秀な方だったらしくて、早塾では早塾でした。ただし、数学ではなくて、進学研究とかいろいろなその哲学とかそういうものと法律とかそういうところで優秀だったわけですね。ですから、数学をものすごい早く始めたというわけではないです。で、パスカルも古き良き時代の,あの親がまあやっぱり賢い人ですからそういう教育を受けたりするわけですね。結構、うん、あの宗教的な意味でとか でウォリスという方も結構有名ですけど、実業家のための学問という側面が実は数学は強かったんです、測量術とか、あとはこう海,海賊あの海,海行ったりするときとか結構必要だったわけですよねも。地力とか、そういうものを今自分が海のどこにいるのかということを知るためにはまあ測量術が必要で、数学というのはそういう。 あの、理論的なものではなくて、むしろ、そういう実用的なものでしたから、貴族とかあまりやらないんですよ。そして、まあ、グレゴリーなんかも、結構早めですけど、12歳、13歳という方々、まあ、貴族ですからね。それでも12、3歳ですよ。そんなめちゃめちゃ早熟ってわけでもないですよね。今、将棋とかだと、まあ、6歳とかね。まあ、なんなら4歳とかが始める子もいますから。あと、ニュートンも結構遅咲きです。なんならですね、ニュートンも、まあ、だいぶ遅くて、ちっちゃい頃はむしろ体が弱くて病気がちだったり、あとは機械いじりが好きだったんですね。えー、結構、生い立ちもなかなか去ることながらなんで ですけどおばあちゃん子ということで、まあ、両親には、あの、結構捨てられたという話もありますけどね。ちょっと、まあ、いろいろな方がやったりして、あの、親同士がですよ。で、おばあちゃん子で育てられて、で、機械イジとか好きで、で、いじめられっ子で、学校の成績もあんまり良くなくて、まあ、言いますよね、そういう子ね。あの、なかなかこう、ね、言いますよね。そういう子だったんですよ。ただあ、ある時に覚醒するんですね。あと、ライプニッツも結構遅いです。17歳とかぐらいから数学を始めたんです。ただですね、ライプニッツの場合は、6歳ぐらい、家に大きな図書館 があるんですよ親があのプロフェッサーでございましてで本当に乱読したそうですねいろんな博学的知識があるで彼の専門は法律だったりするわけですけどねで本当に乱読してでようやく数学に行くと、まあ、彼も、まあ、アマチュアとして数学をやっていくわけですよね。 で、オイラもう皆さんご存知の父からの教育で非常に早熟だったわけです。しかも、まあ、法とか哲学とか神学というものをまず学んで、そして、まあ、数学の世界に入っていくという。だから、まあ、昔の人で早熟という人は実はあんまりいないんですよね。それで、あの、むしろ神学、まあ、当時の上流階級ですから、ほ,ほとんどこうそういう予感、勇敢階級という人しか多分数学なんかできませんからね。大学行ったり。そうすると、基本的には教養として哲学、法律、そして、神学、神様のね、聖書の研究とかする ことになるわけです。なので、まあ、そういう基礎的な教養の上に数学というものを持ってくるというわけですね。ですから、ひとたび始めてしまうと、もう怒涛のことが始まるということもありますね。それから、あの上等のガロアの話にもちょっと筒長がっていきますけど、皆さんガロアがね。待ち遠しくてしょうがないと思うんですね。 で、アーベルという、まあ、ちょっと事態がね、あの、急に最近になってきますけど、まあ、彼もいいとこの子なんです。でも結構貧乏でですね、なかなか、まあ、親はね、あの、結構お互い苦労したそうですけどね、一家がね。で、ヤコビ、あの、オイラオイラじゃない,いや、アーベルとちょっとなんかいろいろごたごたがあって、まあ、個人的にはね、えー、ヤコビ、ちょっと、うん、どうかなと思うと聞くところが、まあ、あの、写真見ていただくとわかります。サムネイルにあんまりしたくないんですけど、まあ、今この辺に、まあ、出てないと思うんですけど、ぜひね、ヤコビ調べてみてください。で、ベルネ、 ヤコブベルヌイとかヨハン・ベルヌイとかあとダニエル・ベルヌイというあの華麗なる一族ですねベルヌイ一族という方もいまして彼らもですね実はあの特にヤコブ・ベルヌイはかなり遅くてかなりおっさんおっさん臭いおっさんの顔をしているわけなんですけどあの20歳ぐらい20歳結構後期ぐらいから始めたりしてなかなか遅いんですであとまあダニエルとかあのヤコブ・ベルヌイもあお兄ちゃんから結構教わるということも多かったりしてそれでも10代の後半ぐらいから勉強し始めるということも 多かったんですね。 でもザカッといきたいんですけど、まあ、ダニエル・ベルヌイについてとか、ヨハンについては皆さん、もうね、あの華麗な話ですから、まあ、ちょっとね、気分が悪くなると思うんで、あれですけど、あのダニエル・ベルヌイも兄貴から結構10代のうちから教わったりして、でも彼の、あの、専門は確か法律とか、博学なんですね、植物学とか、ボタニーとか、そういう話、あの、ことで、それの裏手で数学をやったら結局数学がプロになって、オイラーとこう、いろいろね、あのやんごとない関係だったりするわけですけど、そしてダラン・ベール、ちょっと生い立ちが悲しい世界ですけど、ダラン・ベールはまあ、 孤児なんですね、えー、教会かどっかどにに捨捨てててててらられれ大きなな木木ののの中庭下いぜナランベールという名前かもよくわからないぐらいなんですけど、1717 17年生まれということで、いいないいなで皆さん覚えてください。で、そのいいないいなでせあの人生はなかなか悪い悪いなんですけど、なかなか華麗な生活を、華麗,華麗なのかわかりませんけど、まあ、要するに進学研究ですよ,よあの。教会で捨てられたんで皆さんあのバプテスマを必ず受ける。バプテスマって違うか、あのプロテスタントじゃないんであれなんですけど、あのまあ神 インプとしての教育を最初は受けけるわけですねでも結局あの法律系の方に行ったりいわゆる啓蒙主義思想というもののまあ、大御所みたいな形になるのでまあ、文芸的な活動をするわけですね、えー、百科前書派ということの,あのなんか旗頭的な扱いもされることはありますで、えー、そういう意味でダニエルじゃあダニエルじゃない,いやダラン・ビエルも結構遅いっちゃ遅いんですよねなので進学とか法律の勉強の後に2 2 3から始めたという話らしいですねでリーマンにおいてはあのどんどん話進めていっちゃって大 なんですかちょっとミドルブレイクでも挟みますか、まあいいかえっ、ー、とリーマンにおいてはですねまあこれもまた結構早いっちゃ早いんですけど13歳とかでもちっちゃい頃からやはり親教育熱心なドイツ流の教育熱心な家庭で育ってそれでもなかなかこうねあの なななかなかじゃなくて、えっと、すっごい才能を開花させたそうです、ね、もう親も同僚もみんなもうびっくりするぐらいの能力だったそうですけれどもやはりそのオイラーにしてもガウスにしてもリーマンにしてもやはり早熟な人は早熟なのかなと思いますけれどもねで,でもやっぱり進学非常に生涯を通してずっと経験なあ人だったらしいんですけれども死ぬ間際もずっと、あのー、奥さんに死の,の祈りを朗読してもらってそのまま死んでいったという逸話が、ね、あったりなかったりしますけれども本当かどうか分かりませんけれどもね あのそういう意味では非常に静かであの苦しみなく亡くなったらしいですけれどもね結構早かったにしても40ちょっとぐらいですかねであとはまあラグランジュという方もちょっと時代は元にもあの戻って遡かっちゃいますけどラグランジュも結構遅かったらしいですねでも始めるともうひとたび始まるともう瞬足で20いくつで確か教授になってますから17歳から始めてもう速攻ですねでそのラグランジュがですね、えー、講師がちっちゃい頃に出会っている、まあ、結構近所にいたというかね 講師の家も良くて、講師の確かご近所さんにラプラスがいたんですね。で、ラプラスとか、そういうラグランジュとかと家に来て、まあ,あ、ラグランジュお兄さんおじいさんみたいな感じだったと思うんですけど、わかりませんよ。で, <laughs> で、講師を見て、ラグランジュはですね、この子には数学の才能があるというふうに見抜いたそうです。そこで、その講師の父親に向かって、決して18歳になるまでに見せてはいけないと、数学の方を見せてはいけないというふうに言ったんですね。これはなかなか印象的ですよね。早熟がいいだろうと 皆さん思いがちですけれどもラグランジャはむしろ1718まで数学の方は見せてはいけないと言明したそうですねですけれども本当に、ま、あのそれを守ったかどうか分かりません勝手に見るもんでしょうからむしろこう「読むな」って言うと火がつくっていうこともあるでしょうからねもう何でもいいよやっていいよ好きなようにしなさいあなたの好きなようにしなさいって言ってると大体子供って駄目になるものらしいですからね。 そのわけで、まあ、ラプラスが近所に住んでいたということもあっているか分かりませんけれども、コーシーは華々しい世界にあ踊り出るわけですね。でも結構、コーシーについてはですね、いろいろな話があ,のありまして、オーギュスタン・ルイ・コーシーはですね、あの早く教授になったり、ガウスに非常に見初められたりしたこともあったりしてるんですけど、まあ、あのロイヤリストということで、えー、晩年なんかね、変な方向に行ってしまったり、こうキングがねあの、ちょっと亡命したりするんですけど、それについていくという謎の現象だったり、まあ、一旦その陸軍しに仕官するあの、そういう こととかもあったたりしたらしらいですけどねでガウスの話にもなってしまいますけどこのリストは適当だな、えっと、ガ,ウスガウスはですね物心をついた時から計算していたと、まあ、ガウスなりの,あのふざけたことを言ってるわけですね、まあ、ほんガウスだから本当かもしれないんですよねただですねガウスは結構いい加減あの後ほど自分で語るってことが多くて しかもそれが結構いい加減なんですよ。年を取るほど、あの、僕は10代の頃からこんなことも知っていたんだよ、みたいなことをですね、言い始めるんですよ。あの、ねロバチェフスキーとかね、ボヤイとか、そういう人とこう、いろんなキカ論争をしたり、あの、大関数の話で、えー、それは僕の昔のノートに書いてあることだけど、よくも見つけたね、みたいな。素晴らしいじゃないか。じゃあその仕事を僕の代わりにしてくれたまえ、みたいな。そういうことを言う,言うぐらい超鬱陶しいやつなんですけど、まあ、年を取るごとにどんどんその、 昔に遡っていってですねあの、それは何年の頃の日記に書いてあるっていうけど、その頃お前それ考えてないだろみたいなこ日記にねあの見て、実際見てみると、もう全然あの遡っちゃってるみたいなこともあるので、ガウスの言うことは,は話半分でいいと思います。まあ、若干、その面白がってる可能性もありますけどね、ガウスがね。 で、えー、そして、そのボヤイの話ですけど、ボヤイは、まあ、父が、もうあの、父がですね、ボヤイの父はガウスとゲッティンゲンで確か同じあの同僚だったんですね。でそこで、あのいろいろなこ、そういう生、まあ、い立ちからボヤイ、息子、父ボヤイと子ボヤイというのがいるんですけど、その子ボヤイの方が皆さん知ってるやいるボヤイの方で、あのいろいろね、早熟だったそうですね。でガロア、ようやく来ました、もう今14分ぐらい喋ってますけどねえ。ガロアはもうね、あの皆さん大好きガロアですけど、17歳。 のの時に数学を始めたんでですすすよすごくないですかあの21歳で死にますから20歳で死にますからねあの1811年で、えー、1831年に死にますから決闘でで17歳の頃ですよですから1831年のあと3年前1827とか28に数学を始めて、えー、1831年に死ぬので、えー、なかなか激動ですよねたったその3年間に現代数学のほぼ礎を築き、まあ、ガルアリオンを作ってしまうと楕円関数におけるまあモジュラファンクションというもの について、まあ、五次方程式の回答を考えたんですね。で、これがですね。 やはりあの、ガロアも結構教育熱心な家庭に育ちまして、まあ親父さんが結構メイヤ、あの、その市長さんだったりして、まあ、しかも神父だったんですね。もちろんちょっと悲しい話とかもありますけれども、自殺してしまうんですね。まあ、そういうこともありますけれど。で、そういう反動から実は、ガロアもね、あの、なんか王権とか、あの、今の体制は狂っているんだとか、で、リパブリカンの道にこう走っていくわけですけど。で、あの、俺は王様を殺すとか言って、まあ捕まったりするんですけどね。<laughs> そういう若かりし、ことも あるなという ことも言いつつ若く死ぬんで、まあ、そういう例にはあの当たらないわけですけど、非常に優れた人だったというわけです。で、ひとたびですね、数学を17歳で始めたら、もう、怒涛のごとく、もう他の科目なんか、もう見向きもせずに数学をしたそうですね。で、それによって、成績等が振るわなくなって、他の語学とかですね、もともと結構ラテン語とかやって、ギリシャ語とか母親の影響でやっていたそうなんですけど、もともと優秀でだったんですけど、数学にひとたび出会ってしまったせいで、もう数学しかしなくなった。それで、エコールポリテクニックに2回落ちるっていうね。 しかもその面接でですね、黒板消しを投げるという謎の愚行をしたらしいという話もありますけど、まあ、それはですね、数学しかやらなかったから、学校の成績がおろそかで、推薦状とかも多分、ろくに書いてもらえなかったと思うんですよ。で、それのせいで、あの受からなかったんですよね。それで、エコールノルマルに移っていくんですね。で、エコールノルマルで、あのちょっと政治運動をして、学生新聞とか書きすぎて、辞めさせられるみたいな話もありますけども、この辺の話、で長くなっちゃうんで、ごめんなさい、もう長いですけどね、15分ぐらいしゃべってますけど、数学史の話すると止まらないんですね。 もうどんどん進みんましょう。で、ハミルトンの話。ハミルトンはですね、これまたスーパーエリート教育です。これはもう早熟中の早熟と言いますか、まあ、数学以外のところで早熟なんですね。で、3歳の頃から、まあ、いわゆるラテン語ラ、ラテン語、ギリシャ語。で、5、6歳で、まあ、フランス語。まあ、英語はもともと国語ですけど、ドイツ語とか。で、まあ、8歳とか10歳で、なんか親父さんがですね、東欧研究で結構語学バカみたいな人ですよ。まあ、時々いるんですけどね。あの、プロシア語とか、あとアラビア語とかも学んで、 もういろいろなそういう語学の本とかも出してるぐらいですねあのハミルトン自身が。で数学そのものは結構遅かったそ10歳ぐらいの時にいわゆるユークリッドの言論の第一巻を半分ぐらいまで読んだよみたいな手紙が残っているそうですけど、まあ、当時としてはやっぱり早いし今にしても早いんですけどそれでもその僕たちが思うような早さでは確かにないですよねというか現代がおかしいのかもしれないですけどね。あとデデキントとかまあそういう時代がいますけど彼もまあなかなか早くて物理とか科学とか数学とかにも興味があったそうですけどそれでもやっぱり数学を選んだのは結構後になってからという 話もあったりしますね。で まあこれぐらいにしておきますか、まあ他にも現代的なところで言うと、ヒルベルトとかネーターとかね、そういう方もいますけど、ヒルベルトは結構、早熟だったそうですし、まあでもネーターはですね、エミネーター、マックスネーターのじゃなくて、エミネーターの方はあのー、結構語学の先生になりたかったそうですね。ですから、英語、彼はドイツ出身で、彼女は、えごめんなさい、あのー、ドイツ出身ですけど、英語とかフランス語の先生になろうというところだったんですけど、大学で数学を学ぶことを決心したと、当時にしてはなかなか、えー、大変だったと思います。女性が大学で学でぶこと は基本的に許されていません。あのオフィシャルには行くことができないんですね。ですから個人的に先生との面談で数学をやっていくということなんですね。でちょっとしたお話、いい話を最後にしていきたいんですけど、あのネーターをゲチンゲンに招いて。 たのは実は他で、もなないヒルベルベトなんですねで教授職を与えようと、きちんと正式なポストをゲッチンゲンで与えようと思ったんですけど、教授会が許さんと。で、教授会が許さないのは、ヒルベルト以外が全員許さないからなんですね。で、ヒルベルトはそういう時にちょっと皮肉めいたことを言いまして、えー、大学はいつからトイレになったんだということですよね。まあ、なかなか熱い男だったということですね。そういうわけで、えー、でも悲しくも、あの決して教授あの正式な教授職を得ることはできず、まあこ、私的なものになってしまって、まあ、大学で講演等は、まあ、当時の大学というのは、 特にドイツ等では、実はその、正式なポストっていうのは本当に数少なくて、しかも進学的なこととつながったり、結構その時の王権とつながったりすることがあるので、まあ、なかなか今考えるような教授職ではないんですけど、それでもですね、あのそういうテニワーという、そのきちんと給料が出るというのはかなり少なくて、ほとんどはその、講義をして、学生からあのお金を集めるっていう景色が普通だったんですね。いろいろそういうことはたくさんあります。例えば、高木定二先生がですね、ドイツに留学していた時の話ともありますけど、実はその、 給料が基本的に先生はもらえないので、えー、それを聞きなる調校しに来た人がお金をそのなんか集めている人が多分いるんでしょうねそこに入れていくっていうようなシステムだったそうですで日本でも結構そういう期間は長かったそうですよ、まあ、そういうのを真似したんですよねで当時そういうような状況でしたからエミネーターも結構なかなか生活は苦しかったにしてもそういうような生活を強いられていたそうですそんなわけで ああ喋った喋った20分ぐらい喋っちゃいましたねこれ,かこれでもかなり端折りましたけど相当喋れるもんなんですね喉痛いぐらいですけどさあ皆さんどうだったでしょうか最終的に早熟がいいかという話なんですけどね で、ここまで喋ればもうわかるでしょう。皆さん、早熟ではないんですよ。意外とね。もちろん、12歳とかで数学を始めることが早いか早くないかといえば、現代の建築からすれば、そんなに早くないですよ。あの6歳とかから始めない限りは。もちろん、そういう例もいましたけど、それよりも、むしろその現代とか近代の数学を作った人間の中に、人々は、基本的には、そういう、 お家柄が良くて、進学とか法律とかそういうものをあのきちんと勉強して、乱読した人等もいたんですよね。そういう人が数学に出て、数学を知って、もう劣化のごとく勉強を始めて、それで、えー、数学が作られていったということの方がもうほとんど大きなところを占めます。それはまさに日本でも大体そんなようなもんだったんですね。いわゆる勇敢階級というのが武士の世界とかね、いう人々ですけれども、彼ら自身は決して数学というがもともとできたとかそういうことではない。あの 海外の西洋の知識という,かかいうものにもともと成熟していたわけではないんですけど基本的には師書五教という基本的な教典があってそういうものを丸暗記していましたそういう教養があったからこそあの数学とか西洋の技術がバッて入ってきた時にそれを吸収するできるだけのお何か生活態度というか知的準備が整っていたわけですよね決してその,あの万能だったとかそういうことではないんですけどあのそういう家風とか 文化的背景があるっていうのはなななかなか珍しいことなんですよね西洋人が日本に来てびっくりしたのは本屋があって立ち読みしている人がいるってことを驚いたという話もよく藤原正彦子先生の本とかでもあったりしますしねあのまあ,あのとある外交官のお話みたいなことも本とかも有名ですけど。 アーネスト・サトウですねあ。名前どう忘れするとかって、アーネスト・サトウさんの本、ぜひとも見てみてください。でそういうところでですね、本を読んでいる非常に民度の高いあの社会だということに驚いたそうですけれどあ、そういうこともありまして、決してその知識の量とか、あそういうものではないということが、あ 歴史を見ると結構わかるし、過去の勉強し、あの数学者がどういう人だったのかというのを見ると結構わかるんですよね。ですから、今、かなりなんか、早熟がいいとか、早い段階から算数とかコンピューター、えー、とか漢字とか教えようって言ってますけど、まあ、こん漢字とか言葉について早いことに越すことは多分、個人的にはないと思ってます。やはり漢字というのは叩き込んで、えー、読めるようにしないと話になりませんから。だけど、こと数学に対しては、まあ いろいろありますよ。その心理学的なもので、全操査機がどうのとか、形式的操査機がどうのってね、大体あの教育心理とかで習うんですけど、まあそういうことに入そうなんですねという意味ではなくて、おそらくそのぐらいまで気が熟さないと、おそらく情熱が出ないというか、そもそもそれに価値を見出すような価値観さえ育まれていないというのであれば、どんなに早く始めたところで途中で絶対失速してしまうんですね。それの情熱がいかに燃えるかということは結構重要なだろうと思います。で、僕自身の話を最後にしておきますと、僕自身もですね、 数学を始めたら15歳です。もちろん算数とかで、まあちょっと人より、まあその、ちょっとはできたんですよ。決してその、落第点を取ったみたいなことは小学校の段階ではない。皆さんもないと思います。あの、小学校のテストって何なんだカラーなんでしょうね。よくわかりませんけど、あの、20点とか30点とかどう人ってあんまりいなかったと思うんですよ。まとめのテストとかいうのでなければ。だけど、まあ普通だったですね。でも15歳ぐらいになってからなんか数学にちょっとね、あの、なぜかほだされてしまったというか、なんか、あの、悪いお兄さんたちに、お兄さんたちわかんないですけど、まあなんかね、まの が迫っってててきししままたとということもありまして結構15歳といえばまさにあのニュートンと同じぐらいの年ですから、まあ、僕がニュートンと同じというわけではなくて、まあ、数学というのは結局掃除機じゃなくてもいいということが一つの例かもしれませんただ僕はそんなに優秀ではないので何とも言えませんけどで今世界でえたくさんいるその 数学ができる、いわゆるトップを走っているような人は意外と早熟だったりするので、これはなかなか言いにくいですよね。早熟じゃないと今数学がやっていけないほどいろいろな積み重ねがあるというのも一つなんでしょう。なかなか辛いところでございますけど、まあ僕はそういうのはあまり信じないタイプですので、あの皆さんどう思ったかわかりませんけど、こんな話をね、最後まで聞いてくださってありがとうございました。20分ですよ。よく話しますよね。あのー、もうびっくりします自分でも。よく喋れるなと思いますけれど、ぜひ、 えー、コメント欄に残していってくださいでは次の動画もご覧ください誕生日おめでとう <music>